ガブリエル・ズックマンは、フランスの経済学者。カリフォルニア大学バークレー校の准教授を務める。経済的不平等、グローバルな富の蓄積と再分配などを研究しており、タックス平分研究の第一人者である。パリに生まれ、国立高等師範学校を卒業後に、パリ経済学院に入学する。指導教官だったトマ・ピケティの下で学び、博士号を取得した。 ズックマンは、博士号を取るべきか悩んだ時に、経済規模の大きな地域と小さな地域との間で、巨額の資金が移動しているデータに興味を覚える。その金の動きを理解すれば、経済学者として役に立てると考えて、現在の道に進んだ。フランス出身の経済学者で、所得格差研究の専門家であるエマニュエル・サイズの誘いを受け、2013年に、 カリフォルニア大学バークレー校の研究員となる。2014年にロンドンスクール・オブ・エコノミクスの准教授となった後に現職を務める。2018年にはフランス最優秀若手経済学者賞を受賞した。また同年にはアイディアズ・レペンキのデータベースにおいて10年以内に発表された若手経済学者の論文でズックマンが1位となった。2019年に ベルナセル賞とスローンリサーチフェローシップを受賞した。ズックマンは、経済的不平等の研究に取り組み、ピケティとの協調論文、キャピタルイズバック、ウェルス、インカムレーシオズイン、リッチカントリーズ1700から2010を発表する。1970年から2010年における資本、所得比率の歴史的推移に関する研究であり、 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスについては1700年まで遡って分析した。この論文のデータは、ピケティの著書、21世紀の資本で理論的支柱になっている。2018年には新たなプロジェクトとして、世界不平等レポート2018の編集に参加した。著書、失われた国家の富では、タックスヘイブンをテーマとして話題を呼び、各国で翻訳された。 この本の署名はアダム・スミスの国富論を思わせるようになっている。ズックマンはエマニュエル・サイズとの共調、作られた格差でもタックスヘイブンと多国籍企業について指摘した。失われた国家の富と作られた格差においてタックスヘイブンは以下のように論じられている。脱税の王鋼、水産によれば2013年時点の世界では 家計の金融資産の8%がタックスヘイブンにあり EU 圏では12%になる。タックスヘイブンでは超富裕層のためのプライベートバンキングが行われておりスイスに保管された資産は3分の1に相当し3分の2はシンガポール、香港、バハマ、ケーマン諸島、ルクセンブルク、ジャージー島などである。公的債務の増大タックスヘイブンによって 税収の減少が続くと国家の債務が増え、債務が増えると国債の利回りも増える。こうして国家の公的債務が増え続け、フランスでは5000億ユーロ近くの余分な公的債務が生じた。外部不経済、タックスヘイブンによって世界規模で被害が生じており、これは温室効果ガスと同様に外部不経済の問題でもある。 環境規制のない状況で公害を排出する企業が有利なように、オフショアの銀行は秘密業務によって有利になっている。不安定な産業構造、大規模なタックスヘイブンは、オフショア金融センターと不可分の関係にあり、特権を維持できる。他方、金融業に依存しているために金融危機や破綻に脆弱であり、問題が起きれば莫大な救済費用がかかり、 関係国にも波及する。国家主権の商品化、タックスヘイブンは課税等治権を放棄して、超富裕層や多国籍企業を引き寄せる。これは国家主権の商品化とも言える。不平等の拡大、オフショア金融に関わる人々と、そうでない製造業、建設業、運輸業などに関わる人々との格差が拡大する。所得格差によって若い世代の教育や就職にも格差ができる。 資産の把握。世界規模の金融資産台帳を作成し、金融証券の持ち主を明らかにして、資産の課税を可能にする。そのためには、各国間での自動的な租税情報交換が必要であり、国際通貨基金には、金融資産台帳を作成する技術がある。国際的な連携による圧力。タックスヘイブンに対して、関税や、 金融取引の制限などの圧力を行使する。タックスヘイブンのある国家は外して政治的には小国である。世界貿易機関は無制限の自由貿易を理想としているが、損害に相当する報復を行うことは可能である。タックスヘイブンが他国に与える負の外部性を示し、非協力的なタックスヘイブンとの取引には課税などの手段も講じる。 税制度の改革。資本所得への課税と法人税の改革。世界的な累進課税によって資産に課税し、社会的格差を是正する。他国籍企業が会計操作によって租税回避をしないように国ごとではなく全体の利益に対して課税する。失われた国家の富において使った図表等は公式サイトで公開された。 失われた国家の富出版後の2016年にパナマ文書、2017年にはパラダイス文書が公開され、タックスヘイブンの存在を多くの人が知ることになった。ズックマンはコペンハーゲン大学のトーマス・ RTRSLV ・ルートビヒエスバイヤーとの共調論文、ザミッシング・プロフィッツ・オブ・ネーションズを発表し、多国籍企業とタックスヘイブンの関係について分析した。 それによれば、世界の多国籍企業の国外利益の40%が、タックスヘイブンで計上されている。失われた国家の富で、フランスの事例を中心に取り上げた、ズックマンは、その後アメリカにおける格差へと研究領域を広げた。エマニュエル・サイズと、共調論文、ウェルス・イニコーリティ・イン・ザ・ユナイテッド・ステーツ・シンス1913を発表し、アメリカの格差問題について研究している。 ピケティアサ、エズとは、精力的に共同研究を続け、ディストリビューショナル・ナショナル・アカウンツ、メソッツ・アンド・エスティメイツ・フォーザ・ユナイテッド・ステイツにも、引き継がれている。サイズとの研究の成果は強調、作られた格差に結実した。作られた格差において、ズックマンとサイズは、アメリカの問題を、以下のように論じている。法人税と富裕層の減税、1980年以降、 法人税減税と富裕層への減税を繰り返してきた。ロナルド・レーガン政権は超高額所得層への減税として90%から28%へ下げた。ドナルド・トランプ政権は法人税率を35%から25%へ減税した。累進課税の廃止と減税が格差拡大の一因だった。労働税と資本税の区別、資本所得には減税したが、 労働所得には減税がされなかった。このため資本所有者が労働者よりも優遇された。租税回避産業、レガン政権以降に租税回避が奨励され、租税回避業務が拡大した。コンサルタント、財務関連の請負い業者などが増加し、特に4大会計事務所は顧客にノウハウを提供した。租税回避産業は当初とは異なり、高額所得者層向きになった。 タックスシェルターの方法が増加したのも、レーガン政権時代である。強制税、各国で自国の多国籍企業を取り締まる。経済協力開発機構の税源侵食と利益移転に関する包括的枠組みをもとに、さらに強化し、節税分を本国での課税で総殺する。共通税率、各国で共通の最低税率を決める。 G20 を中心とした国家の協調が必要である。防御措置、国際協調をしない国に本社を置く企業に対して防御措置を取る。タックスヘイブンに本社を置く多国籍企業に対しては商品やサービスを提供している国の政府が強制税を徴収する。富裕層への累進課税、累進的な富裕税を課す。これによって富の固定化による レントシーキングを抑制する。同額所得には、同額税率。同額の所得には、同額の税率を課す。これにより、資本への課税と労働への課税の格差をなくす。国民所得税、すべての所得に課税し、単一税率で控除をなくす。国民所得税と富裕層への累進課税によって、上位5%を除く所得者層で現在よりも、税負担が減り。 国民皆保険が可能になる。ズックマンは手軽に税制度を考えるためのツールとして TAXJUSTICENOW.org というサイトを公開した。これはアメリカの連邦政府、州政府、地方政府の税をカバーしており、税収の変化や格差への影響をシミュレートできる。政治家の政策による税制の変化を比較できるようになっており、 サンプルとして、ジョー・バイデン、ピート・ブーテ・ジェチ、エリザベス・ウォーレン、バラク・オバマなどが入っている。ズックマンが育った家庭は政治の話題が多かった。15歳の時に国民戦線のジャンマリール・ルペンが大統領選挙の決選投票に残った時はデモに参加した。アメリカにおける格差研究を通してアメリカ政治への関心も高い。ズックマンとサイズは エリザベス・ウォーレンは2020年大統領選挙に出馬する際にアドバイスを求められたという。二人は、ウォーレンの政策である富裕層への累進課税や企業への法人税によって得られる税収を予想した。また、民主党議員のアレクサンドリア・オカシオコルテスが、ドキュメンタリー番組60ミニッツで富裕層への累進課税を提案した時には、ズックマンとサイズは支持をした。 ありがとうございます。